全体的にはお米の粒は小さいんですが、とてもやはり甘くて美味しいお米なので、それをお客様の目の前で羽釜で炊いて、夜は塩結びにしてお出しして。新潟おかみの会のおかみ2人が今日東京でアピールしたのは、今年の県産米について。新潟にゆかりのある首都圏のメディア関係者などに、米の等級が下がる中でも美味しさは例年と変わりないとアピールしました。 JA 全農新潟によりますと、今月13日時点の県産コシヒカリの一等米比率は 2.6% で、去年の 75% を大きく下回り、過去最低に。ただ、食味の決め手となるタンパク質の含有量は去年と同じ程度であるため、県などは等級と味は別として、例年と変わらず美味しい米になっていると PR しています。食べてみると、その旨味とか甘みは、まあ、きっちりと舌に伝わるので、まあ、そういった意味では問題ないんですけど。こう話すのは、東京表参道で精米店を営む五つ星お米マイスターの小池忠夫さん。猛暑でも旨味、甘みなど味には問題がないとした一方で、等級が低下したことで粒に異変が生じていると指摘します。精米も結構難しかったんですけどね。どうしてもこう割れてしまうとかもあって、で粒がちょっと脆いので、炊飯した時にやっぱりね、若干ちょっとこう柔らかいっていうのはやっぱりありまして。最近の米の評価は粒の弾力性が重要視されているため、今年の新潟のコシヒカリは粒が柔らかく物足りなさがあり、品質的には落ちているという評価でした。そもそもお米というのは農産物なので、こういった年もあるんだよ。だからこういった状況を逆に楽しんでね、こうお米にこう注目していただきたいなと思ってますね、はい。この小池さんが指摘する粒の柔らかさについて、県は米を炊く時の水加減や時間の長さを調整することで克服できるとしています。全国から来るお客様は、私たちが思っているほどお米の一等米が少ないとか分かっていらっしゃらないようで、いつも通り美味しいねという形でお声をいただいています。等級は低下していても、炊き方次第でいつもと変わらぬ美味しさとなる今年の県産コシヒカリ。今のお話、その米の、ね、等級というのは大変な事態だと思いますけど、絶対復活してくれると思うし、いや米は新潟の基盤じゃないですか、やっぱり。なんでぜひちょっと今回ね、大変かと思いますけれども、ぜひ復活してほしいなっていうシンプルな気持ちです。消費者の期待を受けながら、関係者の緻密な PR 活動が続きます。